明治以来の本格的な解体修理を進めている奈良薬師寺の東塔で3日、作業の様子が報道陣に公開されました。奈良県文化財保存事務所によりますと、東塔の一番上の1層はすでに解体されています。この日は上から2層目の木組みがあらわになった様子が公開され、2本の大木を継いでいる新柱の下の半分が露出していました。解体作業の一般公開は11月9日、10日の2日間で、解体途中の2層目の様子を間近で見ることができるほか、取り外した部材の見学もできるということです。